はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は、人の行く裏に道あり、花の山。未経験者、初心者、セラーが、一歩抜け出す方法は、 というタイトルで話をさせていただきたいと思います。あくまでも、このやり方をやれば絶対に儲かりますだとか、そういった話ではなくって、中級者上級者のセラーさんで、こういったやり方を行うことで、未経験者初心者の方と差別化して、どんどん利益を出す、収益を上げることができている人もいますよという話になります。 では、早速話を始めます。まず、人の行く、裏に道あり、花の山という言葉は、諸説はあるものの、千の離宮の言葉とされています。正確には、人の行く、裏に道あり、花の山。いずれを行くも、散らぬ間に行けっていう言葉なんですが、株式相場では非常に有名な格言ですね。一言で言えば、逆張りの発想になるんですが、世間というものは、群衆心理によって過剰に動くことがあるので、人が群がる道を避け、その裏道を進んでいる いいいくと誰も気づいていない花の山があるすなわち、正気チャンスが山積しているという言葉になるんですが、ネット物販の世界では、要するに未経験者初心者の方が躊躇するやり方にこそ正気があるとも言えますし、未経験者初心者の方が嫌がるところに実はチャンスがあるっていうこともできると思います。 今回はその内容について話をさせていただくんですが、手をつけづらい場所には何かしらのリスクも存在しているわけなので、あくまでも一長一端の手法であるということを腹に落としておいていただければ幸いです。では具体的にどんな商品リサーチ、どんな買い付け商品の販売をすればいいかという話をさせていただきます。まず一つ目。単価がかかからら以上のの商材を選ぶななんでいいうかなり幅の広い数 数値を設けてているかっていうと、私、個人的には50元以上の商品がいいと思っているんですが自分の周りの経験者の方だと俺は100元以上の商品しか買い付けないよっていう方もいらっしゃるからです。 単価の高い商品というのは、もし売れ残った場合、それがそのまま不良在庫になってしまいますから、未経験者初心者の方が手をつけづらい金額になるわけなんですね。ということは、供給も足りていない、もしくは少ない可能性が高いので、単価が50元もしくは100元以上の商材っていうのは、市場にあまり出回っていない可能性が比較的高い商材なので、出すと売れやすい。かつ、高い価格で売れやすい。ということが言えます。 次、画像が少ない商材要するに、アリババ業者の商品ページで画像が少ない、もしくは画像があるんだけれども、使える画像がほとんどないような商材ということです。基本的に初回のテストマーケティング、お試し販売の際は、アリババの画像をそのまま使うというのがセオリーになっています。これはまだ売れるか売れないかわからない商材にコストをかけていられないからというのが理由になるんですが、つまり、アリババ商品ページ上に画像が少ない商材は未経験 初心者の方が商品ページを作りづらいので手を出しづらい商材であると言えますもちろん日本アマゾンでは初めから商品紹介コンテンツといって追加の画像や説明文っていうのを知 しししっっかかりりりととと用意ててて商品ページをがっつり構築して販売すするいいううのの現在基本的ななやり方になりますのでどちらかというとアメリカアマゾンでは通用するやり方と言えると思います。アメリカアマゾンのお客様は商品ページに完璧を求めていないんですね。あくまでも商品を買って手元に届いて、その商品をご自身の目と手でチェックしてから買うか買わないか決める。買わない場合はすぐに返品返金するっていう流れがスタンダードになりますので、初めからがっつりと商品 撮影ななど行わないでアリババの画像を拝借して出品するスタイルがスタンダードなアメリカならではのやり方といえるかもしれません次受注生産品 アリババの商品ページをご覧いただくとわかることなんですが、最初何ロットから買い付けできますっていう風に各商品ページに書いてあります。1個からだとか2個から買い付けることができる商材もあるんですが、受注生産品なので50個からとか100個からっていう商品もザラにあります。初回のテストマーケティングはその商品が売れるか売れづらいかを判別するためのお試し買い付けになりますから、初めから100も200も買い付けた ななないなあといとうののがセラーの本音なんですこの裏を書いて初めから50個100個単位以上じゃないと買い付けができない商材でかつ受注生産品なので市場には存在していない商品を出すことによって。 で受注生産品ですからアマゾン市場にもあまり出回っていない可能性がかなり高いので結果的にお客様の目に留まって売れやすくなると言えます。実際私もいくつかの女性用のドレスを実験的に売ってみたことがありました。各商品白人のめちゃめちゃ素晴らしいモデルの方を雇ってその他の条件を全く一緒にしていろいろ出してみたんですがその中に一商品だけ受注生産品を入れてみたんです。結果的にその受 受注生産品のドレスが格段に売れた。 という実験の結果を得ることができました次最初にお話しした50元から100元以上の商材を買い付けるということの延長線の話なんですが T モールというサイトで商材を選ぶというやり方です T モールというのはアリババの姉妹サイトなんですがアリババという卸市場サイトタオバオというどちらかというと中国人の個人向けのサイトとは違って T モールはかなり高品質かつ比較的単価の高い商材を扱 使う傾向にありますす中国だと有名な貴金属高級ジュエリーーーーのメーカーも、t、モールでで商品を出していいるくらいですそして、この t モール、アリババやタオバオとは異なり、出店するだけでお金がかかってしまうんですね。つまり、セラーとしては t モールで売る以上、それなりに収益を得る必要がある。結果的に単価の高い高品質な商材を出す傾向にあります。一方、お客様は品質が担保されているし、 それなりに高品質な商材を買うことができるので納得して T モールから購入するという流れですよって差別化として高品質な商材を安心して出すという観点からあえて単価の高い T モールで商材を買い付けて販売するセラーさんもいらっしゃいますさらにそれに付随したことなんですが看板韓国スタイル とタイトルに書いいてあるる商材を買い付けののも一つの手ですこの看板というのはその名の通り、韓国スタイル、韓国で販売するためのファッションということになるんですが、韓国ってファッションのセンス、かなり独自性を持っていて、かつクオリティが高い商材が多いんですね。ですから、もしファッション関係に疎い方だったとしても、この看板っていうキーワードを頼りに商材を買い付けることによって、単価は比較的高いものの、かなりスタイリッシュな、ファッショナブルな商品 商材を出すということができます最後はリサーチしてもなかなかたどり着けない商材を出すというやり方ですものすごくざっくりした言い方になって申し訳ないんですがちょっと調べてみるとすぐに見つかるような商材っていうのがあるんですね例えば女性もののサマードレスだとか男性もののボディバッグチェストバッグみたいなものはどのような方向からどう調べていっても大体皆さん見つけるような商材なんです誰でも簡単に見つけてしまう商品っていうのは市場でも 供給過多になっている可能性が高いので忍耐力が必要な話になるんですがなかなか調べても見つけられない商材 っていうのはそれだけで価値がある可能性が高いんですね。ご自身が目をつけた商品がなかなかアリババで見つからないとものすごくうーってなってしまうと思うんですが自分がなかなか見つけられないということは他のセラーも見つけられない商材なんだからその商品には価値がものすごくあるかもしれないっていう前向きな考え方で忍耐強く商品リサーチをしていくことが大切です。まさにこれは人の行く裏に道あり花の山ですね。というわけで今回は5つの具体例を 交えて未経験者初心者セラーから一歩抜け出す方法として要は中級者上級者の方がやっている方法をまねっこすることによって 自ずとと未経験者者初心者セラーかから一歩二歩二成長でききるんじゃないいいう話をさせてたただきましたこういったお話をするとめっちゃ美味しいやんけ、早速やったろうって思う方もいるかもしれませんが、なんでそもそも未経験者初心者の方が手を出しづらいのかというと、売れなかったらどうしようっていう思いが根本にあるからなんですね。つまり今回お伝えした方法を猿真似してもしょうがなくって、基本的な知識だとか技能だとかをしっかり と積み上げていて。 暁にはこういうやり方をしようくらいの考え方に基づいて地味に地道に地に足をつけて三方用紙の堅実な物販を継続していくことが大切ですとはいえ今回の動画でお話しした内容を早速実行してみよう実践してみようというお心がけはものすごく素敵なことだと思いますので例えば10商品買い付けるうちの2商品だけ今回私がお話ししたような条件の商材を探してみる実際に 買い付けてみるというのはいかがでしょうか どのような商売もそうなんですが、物販で言えばアナログリサーチ力、ご自身の目と手でツールに頼らずに調べていく、リサーチしていく力が大切ですし、商品を販売した後に気が抜けてしまう方もかなり多いので、販売した後も Amazon で広告をかけたり、クーポンをかけたり、セール価格設定をしたりして、なかなか売れなくても自己連憫に浸ったり、多責にしたりせず、あくまでも前向きに地味に地道に進んでいくことが要になるか と存じます最後に余談になるんですが、私10代、20代の頃、特に付き合っている彼女が思うように LINE の返信をくれなかったり、自分が思うようなリアクションをしてくれないと、ちょっとムッとしたりだとか、すねたりすることがよくあったんですね。ただ、普通に考えてみれば、自分じゃない人が自分の思うように行動するわけがないんです。精神疾患で言うと、境界性パーソナリティ障害というものがあって、 相手と自分の境界がなくなる要するに、相手は自分の思う通りに進むはずだ。相手はこう思っているんだって一人よがりで考えてしまった。 社会生活や人間関係ががううままくくいいかなくなるっていう症状がありますもちろん、そこまで病的な話ではないと思うんですが、セラをしていると、境界性パーソナリティ障害気質になってしまうってことがよくあります。例えば、自分が商品を出したタイミングは自分の勝手なタイミングであって、amazon のお客さんが欲しいタイミングかっていうと、そういうわけでは決してありません。たまたま自分が商品を出したタイミングと、お客さんが欲しくってリサーチて、 したタイミングが一致すればその商品は売れますが得てして市場内でニーズがある商品でも自分が商品を出した直後はたまたまニーズが一時的になくなっている可能性だってありますし単純に商品を検索した時にご自身の商品がまだ上に上がっていなくてその商品が売れないっていうことだって十分にありえますその際に amazon のせいだだとかお客様のせいだみたいな形で自分以外の誰かのせいにしてしまうだけではなく その商品に対してなんだこの商品売れなくてダメな商品だなと自分が一生懸命リサーチして一生懸命買い付けて出品した商材をすぐに否定してしまうことにもなり得ます。10代20代の頃付き合うのが下手だった自分じゃないですけれども商材もそしてアマゾンのお客様も我々セラー一人一人が思っているように動いてくれるわけではないですからじっくりと時間をかけて向き合っていく販売した後もすぐに諦めたりせずあの手この手 で、あたかも自分の娘息子のように商品ページをじっくりと育ててあげることが重要です相手が自分の思い通りに動かないことを嘆くのではなく今から自分に何ができるのかっていう一 こ点に的を絞って前向きに改善していったり、試行錯誤することを継続することを通して、我々もセラーとして少しずつ成長していけるんだと思います。今回の動画、余談も多かったですけれども、少しでも参考になったなって方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。長くなりましたが、最後までご清聴くださりありがとうございました。失礼いたします。